あも皆さん、こんにちは。えー、本日もチュファンの月収のお時間がやっておりました。<laughs> やっておりましたってなんで。いかがお過ごしでしょうか。もうだんだん適当になってきたからね。もう、撮り直さない。もうなんかめんどくさいから。<laughs> はい。今回はですね、桐谷英治さんですか桐桐崎英治さんですね。確か、えー、っと、予告で合ってるよね。これ順番でね。多分合ってると思います。 えっと、説明ですね。えー、切り、切り咲き、です。日常での出来事を YouTube にアップロードしています。えー、あ、は、開かない壁にぶつかっても何度でも立ち上がるってこれ、あ、これだけ知ってるんですよ、私。このね、テーマソングっていうか、この人のテーマソングですかそれとも昔から曲あるのを使ってるのか知らないけど、これだけは本当にな,なぜか知らないけど知ってますね。 この人の動画もほとんど見たことないのに。えー、っと、動画は、まあ、こんな感じですね。えー、っと、なんだろう、ドッキリとか、どうなんでしょうね。私、見ないから。一回ね、あの、これでも何なんですかね。顔をちょっとモザイクする意味もわかんないです。中途半端に隠してますよね。 えー、あ、なるほど。レペゼンズさんともコラボするっていうか、だいたいね、あのー、な、なんて言うんだろう。長い人はもう YouTuber 同士でね、コラボ、コラボってね、コラボやったらやっぱりね、視聴率伸びるんでね、お互いコラボしてますね。えー、なんかドッキリとかかな。これ見たときね、寿司ラーメン肉となんかちょっとごっちゃになりましたけどね、またこれ違いますもんね。 きりたり、きりささんのおばあちゃんですかね。えー、ね。こういうふうに。ドッキリとか、そういう系ですかね。もうこれ以上わからないです。<laughs> 私知らないんで。ええー。私が説明する時で間違えてますからね。とっとと行きましょう。えー、カメラチェックもしとこうか。あ、バッチリじゃん。じゃあ、とっとと行きましょうね。えー、っと。 ああ、さっきの人も A だったか。だからあの、な誰だったっけ米津玄師さん、あのミュージシャンとんでもないわ。本当に。YouTube だけで何億も受けてるんだよって感じだもんね。もさすがに見てしまったわ。50本でしょまあまあまあ、それは前の回のことだから。えっ、ー、と、今回はですね、アップ、桐崎さん、えー、アップロード284。あ、少なめですね。もう私の動画より少ないですね。えー と、えー、登録者数が1億1000万、10万、100万、242万人ですね。あの、一応登録者数には基本的にやってるんでね。あの、えっ、ー、と、視聴回数イコールお金ですけども、その視聴回数で言ったら全然前後してますんでね。えー、っと、まあ、えーまあ、それをちょっと頭に置いてみてくださいね。1, 100, 000, 100, 100, 000, 100, 000, 000, 1億1000万、10万、100万、1000万、1億、8億再生ですね。えー、そう,いう視聴回数が。 えーっと、カントリーが a 級これ何これ何これこの人ジャパンじゃないのこの人日本でしょだって、ラファエルさんとコラボも見たことあるし、レペゼンタさんともコラボしてたし。えぇ、これ a 級だったら本当はね、出さないよ、これ。なんでこんな嘘つくのまあまあまあいいです、いいです、いいです。まあ今回出しますけどね。 明らかに日本だけど、これはリーちょっと嘘ついてますね。チャンネルタイプコメディの、えー、っと、始めたのが2013年の IMAR って、さっきもそうじゃん。ヨネスさんもそうだったけど、3月ですね。3月の18日っていうことですね。トータルグレード B プラスの、えー えー、登録者世界ランキングは2856位の総一長回数世界ランキングは2452位ということですね。ソーシャルブレードランキングはちょっとよくわかりません。えっ、ー、とね、これ最後30日間の表示ですね。見られた数。えっ、ー、と、80%下がってるということですか。で、これが30、最後の30日間の、えー、加入者ですね。えー、こんだけで、えー まあちょっと50%下がってるっていうことですかえーっと、これ月収行きましょうね。月収が。あ、でもこの人もちょっと見えてしまった。一応超えてるんだ。すげえ。1000でしょ万、10万。十万,、うん、万ドル。10万ドルっていうことは、1 0一千四十4 5万円。ドレン100円計算で。うまいこと言ったら、えー、月収1000万あるよっていうことですね。 ま、これは5を無視して6000ドル、6000ドルっていうことは、65万、65万は、どんな、少なくでも 1, 1ヶ月で65万入ってるってことです、ね。年収ですね。1億3000万。これも、1億や、やっぱ超えてきますよね。あの自、次週、次週っていうか、あの、明日もっとすごいんですけどもね。明日言っとこうか。明日は、ま、あいいか。明日誰だったかな。 グーズ、ねグーズキッチンさんじゃない、なキッチンじゃないね。グーズハウスさんと、誰だったかなえ、アキなんとかっているでしょう。あの人やりますんでね。まあ、あの、今日はね、ちょっともう今、あの、説明中なんで、この話やめよう。最後にしよう。えー、っと、これが1000でしょ ?1000 で、あ、これ1億3000万ね。もう、M って覚えちゃった。で、これ1000でしょ 万だから78万78万ということは7840万ということですか7840万は最低入ってくるっていうことですねだから結構これ7800万っていうところだ結構枠狭いよこれだまあまあ1億あるんじゃないですかということですかねこの人もすごいな米津さんの方がもっとすごいけどねここは一番多いんですかね えっと、これ3千三千三千百1 0 0って言うよ。3三千百ドル。3100ドルっていうことは31、31万。十一万円。1日でね。えー、最低でも195ドル。えー、1万、19500円か。19500円入ってくるっていうことですね。最低でも。あ、もうここら辺で言ったら、ちょっとね、日常の金銭価格に戻ってきますよね。えっ、ー、と、これ何でしょうね。 JUL っていうのが、これ7月なんですよ。だからめちゃくちゃ古いんですね。7月。で、これ6月ですね。6月が何があったのか分かんないですけど、えー、視聴率が格段に下がってますね。あとはもう、全然安定してますよね。で、これが、登録者数ですか登録者数ちょっと伸びてるんだけど、そうですね。 減ってる減ってるっていうのは、あれでしょ伸び率が減ってるっていうことでしょどん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 入り続けてるを入り続けてるっていうことでしょ入れなかったらゼロになるっていうことですもんね。多分そういうことだと思いますけれども。えー、っと、最初、途中でちょっと言っちゃいましたけどもね。明日は、明日明日誰やるの明日ね、グーズハウスさんってなんかいるじゃないですか。え、なんだかなグーズ。 ハウスさんって、これ、この人有名なんだよ。あのあ、のずっとね、今までベスト10にずっと入ってたような人なんですよね。で、今は入ってないだけで、ずっと入り続けたあのミュージシャンの方ですね。グループの方です。えそれではですね、また検索に引っかかることを心よりお待ちを申しけております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。